はい、皆さんこんにちは、大太郎です。ケイデンスオブハイラルでクリプトオブネクロダンサーフィードゼルダの伝説第2回目やっていきましょうか。俺そういえばさ、ここドア開けたけど入ったっけ。俺入った記憶がないんだけど。あらで、いやまた会ったで、プレゼントにこのシャベルあげるよ。で、私はなぜこの世界に来て何をすべきなのかまだわからない。その答えを探して旅に出る。道中また会うかもね。またね。さ、この子ね、ケイデンスって言うんだっけ、名前。で、私の世界とルールが一緒だ。周りに敵がいるとビートに合わせて動かないといけない。はじめは難しいかもしれないけどね。なんか後ろ道あんじゃん、これ。あ、装置もある。回収しておきましょう。松明。松明のこれ、エネルギー減ってたんやな。よし。ふむ。主人公交代とかもまたあるのかな。まあ、いや。さあ、とりあえず今日はね、ハイリアッコ確か皆さん行ったの覚えてますか。あの辺から行きましょうか。さあ、ハイリアッコ行く前にちょっとね、お店があったんで、ちょっと爆弾買っとこうと思います。あ、うん、もう乗るだけで、あれなんだ。で、ご覧なさい、ほほー。こいつの歌、結構うまいね。ってわけで、よし。さあ、これリズムね。はい、はい、はい、はい。見てね。下の画面のね、光ってるタイミングでボタンを押して操作するゲーム。よいしょ。こいつ何こいつ。降りてきた。ふう、怖い。痛い。痛い。強いぞこいつ。なにこれ。新しい武器は自動で装備されるわーっていう。なんか強そうなゲットしたけど、なにこれ。ガラスのロングソード、2マス敵の先まで3ダメージを与えるぞっていう。一度でもダメージを受けると壊れる。うそー。ねえ、R を押し込んで、R を押し込んでくるくるくる、こんな感じでできる。面白いなこれ。はい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 、よしよしよし。すごいこれ、剣長え。これ一度でもやると壊れる。ほいほい、逃げろ。よし、草破壊。お、なんか道ができた。えい。さで、なんかよくわからないやつ破壊。そしてドンドン。よし、でもこれ押せるやつなんだね、ここは。とりあえず下降りますか。こんなもないよね、ここ。はい、地下です、こんにちは。絶対戦うやん、これ。やば、クラキだ。硬っ。え、なにここ。でも背中が弱点臭いって。おら、死んだ俺。めっちゃむずないここ、ゾルピンク。え、だってさ、タコさんに、ねえ、なんかスライムに、ねえ、なんかやべえゾウみたいなやつに。鎧の騎士もいる。こんなん無理でしょ、ここ。ハードの器を見てみんな、減ってないわ。これ、買い替えてもマジで優先的にね、持っとかんとあかんよね。広範囲に攻撃。視界になんたら。これね、攻撃も持っといた方がいいのかな。一回だけなのかな、これ。拾っとこうか、ブローズと。買ってみよう。ね、壊れるとか書いてんのかな。あ、壊れてないよね。めっちゃ強いやじゃん、これ。じゃあ。もう無敵やで、これ。あ、やっぱちょっとずつ、ちょっとずつ、強くなっていくんだって、俺は。みんなさん。よかった、よかった。よし、これ持って、いきり散らかしに行こうぜ。入れるかな。いや、スコップあるよね、ここ。よし。だからここでまずスコップとトーチは絶対回収できんだわ、多分。で、さっきのところに戻りますか。ちなみになんだけど、ダイヤモンドは、よいしょ。で、毎回ね、無限に復活します。こうやって敵をね、倒していると。よいしょ。ただ、敵倒すとめんどくせえから。よいしょ。ダイヤ集めるの大変やな、これ。宝箱も戻ってるし、あれ。さて、おっとっと、なんかめっちゃ怒ってる敵よね、こいつ。よし、ハードゲット。ふむ、どうしようかな。さ、階段の下はね、ちょっと行くのやめとこう。あれは強すぎるわ、敵。いや、でも行けるか、俺だったら。ゲームうめえし。行きます。へい。待て待て。怖い。攻撃範囲広すぎるだろ。ちょっと待て、無理。無理、助けて誰か。助け！ああ！これクリアできんのか？さあ、リベンジ行きましょう。ねえ。これ無理でしょ。来た！降りてきたんだけど、こいつ。待って。よし。
降りてきたらどうすんのこれ。おい、登ってこれねえじゃん。ウケるー。爆弾落としてやろうぜ。えい、あった、やっつけた。よし、いいぞこれ。よし、神業かよこんな。これいいぞ。よしよしよし。あ、もう待って待って、これ敵いなくなる。もうやり直しだね。やり直しやんこれ。しかも最悪だこれ。うい、はいはいはい、リズムよくいこう。はい、うん、ドンドンドン。よし、はい、いて。よし、えい、パクパク。カリスマの指輪だってわかんねえけど、まあ、ゲーム実況界一のカリスマ男大だらねえ、今回勝てそう。よしよし、おい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 、黒いやつ強え。おいおい、よし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 、やったデクノハをゲットした。セットして強力な風を起こせるぞっていう、正面にあるものや敵を吹き飛ばす。いや、俺無理だと思ったけど、やっぱ諦めなければなんとかなりますねこれ皆さん。ね、僕の歯、あ、うわ、こいつ敵なんかい。こういう感じで吹き飛ばせるんだ、面白。敵かい。大体敵やんけこれ。よし、さあ、でもこれ面白いもんゲットできたね。風を起こせるだって。へい、これなんだこれ。うん、これは風を起こしてできない。しかも何回も使えるからさ、めっちゃ便利やんこれ。ブロードソードがあってよかったな、ほんと。よし、でも今のね、ちょっとやっぱ強いやつ戦ったらね、経験値が上がる。よし、もう俺ゲーム上手い人っぽいでしょ。うわ、えい、いっぱい。よし、なんかリズムよく、えい、えい、えい、イエイ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 、なんか楽しくなってきた。よし、よし、正面からやっつけられない敵もいるから、そういう時はしっかりとね、なんだ、避けていくというか、で、下がりながら切るみたいな感じでいけばいいって感じだよね、これ。やべえ、マジで俺慣れてきた。ここなんか爆弾を消そう。よーし、入ってみましょう。なんだここ、敵おる。うん、狼。うん、うん、うん、えい、えい、えい、さて、なんかよくわかんないやつやり、えい、えい、なんか爆発したんだが、あいつ。毒、毒はきつい。終わり？クリア？なんだこいつ、草生えてんだけどめちゃめちゃ。よし、とりあえず開けましょう。弓矢だって、やった、弓矢をゲットした。で ABXY でセットして撃ってみよう。矢があれば1ビート押し込んで離す。え、1ビート押し込んで離すと遠い敵を射抜くことができる。ほう、すげえダメージ食らうこれ。毒はあかんな。回復したい回復したい。回復ないっすか、回復。草切ろ草切ろ、草刈りしょ草刈り。さてね、マップ的にはね、今どんな感じなのかちょっと確認してみましょうか。なんかだいぶ、ここ氷の洞窟っていうのがあるんだって。草原氷の洞窟、ハイリア湖。下行こうか、氷の洞窟。ちょ、この辺りも行ってないしね。ふむ。順番は合ってるのか分からないですけどね。多分ここの橋渡ればハイリア城なのかもしれんけどね。まあまあ、こちらから行きましょう。よし。なんだこいつ。はい、魔法使い。変なやつ。登って。はい。うん、あ、どこ行ったあいつ。へい、よし、あら、溺れたんだかこんにちは、ゾーラの王子と話した。寒くなって以来見かけてないゾーラ。あ、ゾーラ、ゾーラ族もうねんな。よし、へい、爆弾落ちてるのありがてえ。へい、うん、へい、よいしょ、避けて。よし、へい、へい、うい、へい、うい、へい、へい、やべ、ほら、さあ、雑魚敵もしっかり処理していこうね。爆弾はすげえ出てくるようだったけど、なんだろう、あれが出てこない、ハート。やっぱでもたまに俺にミスするんだよ、やっぱこれで喋りながらやってると。だいたい本当は私下のメモリ見ながらやるんだろうけど、ね、俺もうとりあえず喋りながら、ね、見るとこを最小限でやってるので、ノリでやってるので。いや、これピアノとかやってる人だったらすごいいけそう。ハイリアクはまだ溶けてないのかい。何これ溶けてないのかって。
氷漬けになってるのか今ここ。えい。よし、体力回復。よし、なんかドアが開いた。えい。ミスばっかり、ミスめちゃめちゃ立つな。どうかしたかい兄弟。俺兄弟やった？まあなあ、お前お兄ちゃんやからな俺の。えい、えい、えい。さて、なんだ？リュートでワープができるみたい。君が持っていっていい。わあ、いいやつだあいつ。さあ、ABXY でリュートでセットしたらシーカーストーンへワープできるぞって。そうなんだ。で、凍った池の下にはこの洞窟が広がってるよっていう。洞窟か。初めてのダンジョンかなこれが。バコナも結構落ちてたしね。よし、とりあえず氷の洞窟目指していく。よいしょ。ここだよね、洞窟。クモ。カニ、カニじゃねえ、クモだ。よし。えい。なんか、タコちゃん出てきた。うん、うん、うん、よいしょ。さ、敵はしっかり俺が仕留めていこう。ちょ、青い。で、ほら、おっちゃん。正面戦わなきゃ、このワニ型のやつ。で、敵じゃねえな。えい。えい。この敵全部で、ね、やっつけたいんだけど、やっつけてダイヤゲットしたいんだけど、数が多そうだよね、これは。じゃあ、全部やっつけたらね、多分すごいボーナスもらえると思うんだけど。よし。で、食べてください。よし。さあ、まだいるな、敵。これなんだ、こんな。わ、落ちた。おう、おう。うん、とりあえずこの中入ってみようか。イェイ。なんだ、ここ。これ、ゾーラ族のとこか。ねえ、てん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 。みんな凍ってるの、これ。もしかして、寒くて。大丈夫かお主ら。ねねねずずずず。見て寝ておるやん。起きてー。さあ弓矢とかいろいろゲット。弓矢と爆弾マックスが5と10なんだね。多分右上見てもらったらわかると思うけど。これなんだ？みんな全然反応してくんねえ。冷てえなおめえら。じゃあな。ふむ。まあ、とりあえずゾーラが氷付けになってるからね。なんだっけゾーラが氷付けになってたゲームってゼルダの伝説で言うとムジュラだっけあれって。時岡だっけ？なんか氷になってたじゃん、確か。よし、こんにちは。ほい、ほい。さあ、骨尾くん。うん。よし。さあ、骨ちゃんやっつけて。ふむ。氷のね、上を歩くんだろうけど。ねえ、ほい。それがね、どこかわかんねえ、まったく。あ、ちょっと待って。ハートのかけらあるやん。普通に落ちとったね。嬉しい。これベッドんだろう。うん。落とす。あ、落ちた。でも落ちたけど。いや、ベッドブラッドブラッド。ちょっとこの宝だけ取っちゃおうぜ。まずね。よし。これどこで取ればいいの？ほう。よし。ここで落とせばいいよね、多分。ふい。こう落として、押す、押せない、ワロタウ。ちょっとどこ行けばいいか分かんなくなっちゃったのでちょっと別のとこ行きましょうか。なんか氷のとこ辿ってみたけどね行けそうになかったのでね諦めようと思いました。よいしょ丸。うい、うい。20ルピーがうめえだ。うい。じゃあな。さあ体力も回復。ダイヤモンド大体採取してきていいなここでも。あでもダイヤモンド難しいなここね。向こうが行けねえじゃん。よし。じゃとりあえずこの左側行きましょうか。ヘイ。またなんか砂漠潜りがったりする。やめろこら。なんだこれ。やめ。こら。ほいほい。よし。さ体力が回復。あぶねー。ここも全部やっつけた宝箱が使えるだ。宝箱ってね復活するからよくわかんないんだよね俺。あ、指が砕けた。耐久度よく見てね。壊れる前に交換すると安心だよ。でも指輪ってどういう効果だったんだろう。そういやなんか分かんなかったけど防御力アップとかだったのかな。だってちょっともったいねえことしたな。うい。あ、これノッカルダタイプ。よしよし、こいや。へいへい。さあダイヤモンドだけど、だけどいけないんだがなんでやねもうこれ。あ、違う違う違う、これあれだね。え、上も上向いてほしい。だからこう、わかったわかったわかった。こうまずいくで、こう、いや動かんのかい。と突っ込むわ。風起こして動くと思ったら一回水にはまったら動かねえんか。あ、ちょっとほい。敵が地面からこんにちは。危ねえ、食われるとこだった今の。
なんかオープンで、ね、サーファーのお店。へい。さあここになんかね野菜みたいな埋まってる見える子がいいじゃん。いない。ほらこれこれこれがあのたこやたこやさんたこやさんたこおくんがいるとこなんだよね。よしダイヤモンド7個ダイヤモンド7個と揃ってる俺うめえ。さあ入ってみましょう。サーファー屋さん。何これ空き瓶も売ってる。いやシノケルかはない。ゾーラの水かきで泳げるなら水に潜って避けられるようになるな。水かきとか持ってねえんだけど。ねえ深いマスに入っても1マスだけ溺れなくなる。これめっちゃいいじゃん。ねえなんかヒレがあって泳いでるときはなんかできるってやつ。さあ空き瓶もゲットした。よしとりあえずなんかいろいろとね購入はしておきましょう。ふむ大事そうなアイテムだったね今の。ルピー持っててよかった金持ちで。あ俺なんかやらかしてたんだねここ。よいしょ水の中に。えいさあこれで宝箱は今度取れる。あなんでだよもう一回やりましょう。えいおお行き過ぎ。うわこれもあ待て、うん、まだ諦めるべきではない。よしよしよし。なんで壺壊したからか俺最悪だ。取れなくなったんだこれ壺壊したから。壺復活しないのなんでやねん。あハートのかけらある。取りましょうかまずこれは。宝箱もあるし。よいしょ。この雲は斜め移動。無事なんだこれ。えい。下がって切る下がって切るだけでも全然いけるなこれ。さて敵を倒して回復する指は。ねえ。えい。でここで、あ、範囲いけるかこれ。あ、よかったよかった。入りましょう。なんだこれ。えい。えい。ほら、ほら、ほら。縦ガードずるい。あ、こういうやつあいつ。バカだ、バカだ、バカだ。視界プラス3だってすげえ。よし。何だったんだあいつ。わっほれほれやった。え今何ルピーゲットした。うわすごい見てルピーの数がガツガツ増えた。黒やから300ルピーぐらい今の。高え金持ちです私。よしさあこうやつらはサクッとやっつけて。めっちゃ金落とすねこいつら。ねえだからもうなんか買い物するもんあったらねガツガツ買おう。もう今後は金ならあるわ俺なんか嫌なやつみたいなやつ言う。金ならあるわ俺。よしココちゃん倒すとめんどくせえから倒しません。さあハートのかけら何個目だ今。ハートのかけら3つ目だって。で今ちょっとごめんいるとこどこだっけ。ここか。よしではちょっと行くわ。深い水潜るようになったので。ああ間違った今ちょっといやコッコ倒さないようにしましょうって言ったら速攻殴ったからね。さあ取りますか。これ地形無視もろいやって出た。足地形無視のガラスの靴なかなか便利だね。さあ深いとこ1マスだけだからね潜っても大丈夫な。だからここ大丈夫。はい生きる。こんなとこ来れるようになったで。意味ねえわ1マスだけだからな。でも1マスは1マスだよ。じゃあよしリズムよく行こう。ここねめんどくさいよね。あの敵全部倒してないからリズムよく行かないといけないの。よしテンポアップ。テンポアップすると移動が速くなるっていうそういう感じなんだね。さあ宝箱とりあえず回収しましょうか。これが欲しかった俺は。よし戻ったへい。何これガーネットのショートソードだって。かっけえ。この骨山さんやっつけよう。へい。ガラスが砕けた。もう砕けた。早く振り割った。今ね装備してるのがそのさっきガーネットのショートソードねダメージ与えるんだけど5体倒すと回復するってアイテムなんですけどね。ブロードソードの方が強いっすわこれね。弱いわそれほらやだ。ほらさあダイヤゲットじゃ。滑るここすごくトゥルトゥルやでほんま。こうする。さあついに皆さん来ましたよ。氷の神殿ではサーフィン禁止絶対だぞらー。きたーやっとだ。もうめちゃめちゃね難しい。ようやくでもこのゲームのコツが分かってきましたね。よしじゃあ皆さん今回ここまでにしましょうか。次回氷の洞窟で多分ね三重層ってやつの一つ目だと思います。頑張って攻略していきます。また見てください。お疲れ様。